体力勝負っていうんじゃない。同じ作業ばっか。営業嫌いっていう風に一括りにまとめちゃうのは損してるかもしれない。あんまりスキルが身につかないイメージがあります。スキルとしては非常にポータブルなスキルが身につきます、ね、挑戦してみてもらいましたね。おー、素晴らしい、はい、どうもこんにちは、新代理メンバーの高橋です。セルブリックスさんとのコラボ企画ということで動画を撮っていきたいと思います。セルブリックスさんのそのインターンの詳細概要欄に貼ってありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。セルブリックスの今井さん、自己紹介の方お願いいたします。はい、じゃあ高橋で、はじめまして。セルブリックスの今井マセンと言います。私は営業経験15年目、そしてセルブリックスに入社して15年目なんですけれども、セルブリックスという会社では CMO、 そしてセールスエヴァンジェリストという肩書き、役職を掲げて仕事しています。CMO というのは、はい、最高マーケティング責任者、執行役員として、まあ、セレブリックスをより多くの方に知っていただいたり、営業に困った時に皆さんに最初にセレブリックスに相談したいというふうに想起していただくためのマーケティングやプランニング活動を行っている、まあ、そこの責任者をしています。そしてもう一つ、セールスエヴァンジェリスト、営業の伝道師といいますか、研究家みたいな、そういう仕事ですね。セレブリックスっていろんな企業の営業活動を手伝ってるんですよ。毎日たくさんの営業データが集まってきます。で、法人営業、そして新規営業、まあ、これらの分析であったり研究活動を行って、ある意味セレブリックスという会社の枠組みを超えてですね、世の中の営業の方々に役に立つ営業の情報をお届けするということをやっています。続いてセレブリックスさんの紹介を少ししていただいてもよろしいでしょうか。セレブリックスという会社は、いわゆる法人営業とか B2B 企業と企業の取引をしている会社さんに対して、商品を知ってもらって、買ってもらって、利用して便利になってもらうためのこの顧客開拓の一連の流れを丸ごとお手伝いできる会社です。はい、なので例えば旬ダイアリーがもっといろんな企業に旬ダイアリーのことを知ってもらいたいというふうに思ったとしたら、セレブリックスにご相談いただけたら、旬ダイアリーという会社自体をプロモーションしたり、旬ダイアリーの営業活動を代わりに行ったり、営業の研修をしたり、こういった旬ダイアリーやお客様の顧客を作るという活動を代わりに行うセールスエージェンシー事業を行っている会社です。なので営業に関連する活動であったりとか、あらゆることをご支援できるような会社になっていますね。営業という言葉を聞いたときに連想するシーンやキーワードがあったら教えていただきたい。はい、はい、どうぞ。ノルマがきつそうだったり、その飛び込み営業しなきゃいけなかったりとか、めっちゃなんかきつそう、体力勝負っていうイメージがある。ノルマ、きつい、体力勝負、はい、ありがとうございます。はい、あと同じ作業ばっか、ルーティン業ね。あと、はい、はい、個人の作業っていう。あ、確かに、はい、あ、個人、隣にいる人は敵だ。ああ、確かに。あと納得いってなくても売らなきゃいけない。いやだな。あ、自分が売りたくもない商品を売り上げ売る、売らなくては会社にされるみたいな、ポジティブなものとかありますか。そうか、そうか、そうか、そうか。ロジカルシンキングの力がつきそうだなと。ああ、ロジカル、ね、ロジックがつきそうだなと思ってます。たくさん出ましたが、やっぱり9割の方がですね、ネガティブな印象を持たれているケースの方が多いですね。で、実際に調査をしたところ、営業というキーワードを聞いて最初に連想するのがノルマ、次が大変そう、ああ、だからきつそうってやつね、あとは無理やり、あと足で稼ぐ、確かに誤ってる、結構ね、ドラマのイメージ。でもこれ後ほどお話しますけど、営業にもものすごい細かく種類があるんで、なので営業向いてない、営業嫌いっていう風に一括りにまとめちゃうのは、もしかしたらすごく損してるかもしれない、はい、でちなみに営業という仕事は、親が子供にならせたくない職業3つ。YouTube 上に営業と最悪じゃないですか。私 YouTube 版の専用性版です。なのでワンと選手です。ところがこれを海外の視点を変えてみるとですね、真逆と言っていいほどの反応が出てくるんですね。いわゆるビジネス系の SNS があるんですね。そこで世界的に有望視されている職業ランキングといったものを毎年調査で取ってますね。毎年営業関連の職業が入ってます。2018年なんかすごくて、1位がエンゲージメントリードって呼ばれる、クライアントの売り上げをもっと拡大させるための営業系のコンサルタントみたいな仕事だったりとか、営業マネージャーとか、営業という大きな括りではなくて、営業をより細かく細分化した専門職として、その必要性や重要性というものが増しているので、日本の営業職って総合職に見えちゃうんですよ。海外は技術職というと大げさかもしれないですけど、言葉を使ってお客様にとって一番必要なものを提案したり、お客様の未来を考える、そういった専門職という形で見られているので、非常に年収も価値も希少性、これが高い仕事って言うんですよ。日本と海外で営業職っていうのはすごくギャップがある。さっきその営業っていろんな種類があるみたいな、はい、もうちょっと詳しく営業のことをお聞きしてもよろしいですか。わかりました。そもそも営業職といったものが どういうふうになっているのかというのをご紹介するとですね、はい、いろんな分け方はできますが、大きく分けると B2B、
B2C。 これどういうことか分かりますか？ B2B は法人営業。そうですね、企業から企業。はい、企業から企業へ、企業から顧客へ。そうですね、 B2C は、まあ、目の前にいる人が基本的には決定権者、せいぜい1名から2名ぐらいです。でも B2B これ諸説ありますが、一般的にはその購買に6名から7名関わるというふうに言われています。そうなるとそもそも大事な関係だからです。 B2C は今話している相手が買いたいと思っている。 B2B はそれだけじゃなくて、この6名から7名の中に反対者がいる。反対者がいるとその人の決断で買わないっていう結論を出される可能性もあるわけですね。そして B2C の場合、目の前の人に熱量を持って感情を込めて伝えられます。B2B ももちろんできますが、目の前にいる1名にはできますが、商談に参加しないこの6名、この方々にそのエモーショナルな部分だったり、情理的な部分は伝わるかというと、伝わらないですよね。そうなると、提案内容自体に合理性だったりとか、論理性が必要です。なので、より人が見られるのが B2C。宮下さんだから買ったよって言われやすいのが B2C。B2B は提案内容を買われるんです。こういう違いが、まずありますよね。B2B 営業の中でも大きく分けるとですね、これはセレブリックスの分け方、考え方なんですけど、アカウント営業。それからプロダクト営業という分け方ができます。プロダクトとアカウント、この違いは何かっていうと、アカウント営業は売る相手が決まっていて、売るものが自由という営業スタイルです。例えば広告代理店、その会社さんは旬ダイアリーという顧客に対してテレビ CM を売ることができたり、新聞の広告枠を売ることができたり、いろんなことができますよね、でもいろんなこと提案できるからこそ、それをいろんな方にやっていくと効率が悪かったりとか難しかったりするので、特定のお客様に対する営業担当っていう形なんですね。で、一方でプロダクト営業は売るものは決まってるけど営業先は変わるんですね。なので今日営業したお客様、今もしかしたら営業せず翌日は違うお客様、また翌日は違うお客様、1日2件3件とかアポイントが入ってるのがこのプロダクトですね。はい、なので一つのお客様に売るだけじゃなくて、利用も含めてがっつり関わりたいよっていう方であればアカウント営業の方が見てますよね。でもこちらの企業の営業スタイルの方が接待とかそういったことがあり得ます。でもプロダクト営業っていうのは毎回違う方々に営業するので、毎回違う方に毎回飲み会を設定してたら大変なことになりますよね。なので実はプロダクト営業の方々、顧客先と飲み会とかってそんなに実はないです。確かにプロダクト営業も実は2つ分かります。プッシュさん、皆さんそうですか？自分で行くか来られるか。そうです、商談の起点が営業側から作りに行っているか、それともお客様が見つけて相談しに来てくれる、これによっても営業の難易度とか考え方が違う、はいはいはい、分かりますよね。分かります。でこのプッシュ営業もプル営業もさらに最近では細かく分かれます。インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスとか、インサイドセールスっていったものは、まあ、テレアポとは厳密に違うんですけれども、非対面のコミュニケーションを活用しながら、顧客設定を作っていく。一般的には商談機会を作ったりとか、場合によってはオンライン商談をしてしまうわけです。フィールドセールスというのは、インサイドセールスが獲得してくれた商談を提案したり、クロージングする。カスタマーサクセスは、契約したお客様に対して便利になってもらって、もっと利用者を増やしませんかとか、他の部門も利用しませんかとか、新しい機能を追加しませんかっていう提案をする。というようにですね、今、ざっくりした分け方しました。どの営業をするかによっても、求められるスキルや能力っていったものは全然違いますので、必ずしも営業という仕事が、なんとなく想像する営業で向いていない、やりたくないって思ってしまうのは、もしかすると損するかもしれないという話でした。実際に営業としてね、いろんな職種あると思うんですけど、就職した時に身につくスキルとかってあるんですか？っていうのも、なんかエンジニアとかってすごいスキル身につくイメージがあるんですね。営業ってそんなに忙しくなっても、ただ一定話すのうまければ売れてみたいな、あんまりスキルが身につかないイメージがあります。そもそもビジネスとか商売っていうところに話戻すんですけど、究極ですね、会社にお金持ってこれるって経営者と営業だけなんです。で、会社ってお客様を作れなかったら売り上げ立たないと作れるんです。なので会社、事業を起こす、商売をするっていう観点でいくと、お客様に買ってもらうことができるっていう、このスキルがあるということは、企業が営利団体である以上、利益を稼ぐ団体である以上、絶対に必要なスキルである、機能であるっていうことはまずちゃんと伝えたい。で、かつ営業職っていったものをどんな魅力があるかというとですね、スキルとしては非常にポータブルなスキルが身につきます。持ち運び可能なスキルです。営業っていう仕事は、仮に営業を経験した後別の仕事を身についたとしても、そのスキルが活かされ続けるんです。ほぼ適当でございます。はい、 PR とかなんか取材陣とか報道陣に対してプレスリリース打ったりとか、なんか輝かしい仕事のイメージありますよね。でもやっていることは取材陣や報道陣に対する営業です。御社のテレビ番組を見ているユーザー層がすごく関心があることだから、我々の情報を取り上げていただくと話題になりますよ、視聴率が上がりますよ、極端な話ですけど提案をしてるんです。やってることを言うじゃないですか。採用という職業、これは
職者に自分たちの会社の魅力と、はい、求職者のキャリアであったりとか理想、これを紐づけて、そういう将来を実現したいんだったら、うちの会社に来てこれを身につけるといいかもしれないね、っていう個人に営業しますね。このように別の仕事に就いたとしても必ず役に立つのが営業スキルなんです。なぜかというと営業スキルは人を動かす力だ。就職活動してると、はい、いろんな企業さんがいるんですけど、いっぱいいますね。その中でセレブリックスさんの魅力みたいなところってあるんですか？一言で言えば、一つの会社で社内転職みたいな、いろんな営業を楽しめるところじゃないですか。アカウント営業の支援、それからインサイドセールスの支援、そして営業だけじゃなくて最近ではマーケティングのご相談とかもしてますので、いろんな会社のマーケティング、いろんな会社の営業、そしてその先にいるお客様と出会えるので、一社にいながら社内転職しているかのごとく、いろんな商品やいろんな魅力的な営業に出会えるっていうのは、ファーストキャリアとしてはとてもいいじゃないですか。営業に向いてる人、活躍できそうな人ってどうな人ですか？私勝手に自分営業できなそうだなとか思ってるんですけど、根本的に営業に向く人と向かない人に差をつけるとするならば、僕は好奇心があるかないか、好奇心旺盛な人は営業に向きやすいなって思います。ある意味人様の未来を勝手に想像する仕事じゃないですか。おせっかいなんですよ、はいはい、だけどその究極のおせっかいが楽しかったり、お客様が自分の提案でよく変わっていく姿を見届けることが幸せだとか、訪問前にこのお客さんどんなことを困ってるんだろうなっていうことを想像したりするのがワクワクする、こういう人が向くんですね。それがある人とない人で聞く質問が違うんです。なので聞く質問が変われば設定できる課題、提案する内容が変わってくるので、この好奇心旺盛かどうかっていったものは実は結構営業に向くか向かないかという分岐にはなるかなという気がしますね。ちょっと挑戦してみてもらいましたね。おお、素晴らしい、はい。ということで、今日もね、今井さんに営業の魅力を語っていただいたんですけど、最後に感想をお願いします。営業に対して悪いイメージがあったりとか、まだちょっとキャリアが積めないんじゃないかっていうイメージがすごいあったんですけど、営業って月に積み重ねていくとすごいなと思いました。セレブリックスさんのコンサルティングワークを体験できる民謡向けのサマーインターンの、ね、応募を始まってるらしくて、概要欄のリンクからエントリー可能なので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。